どうもフロザルと申します。今回は1億ダウンロード記念第3弾について簡単に見ていこうと思います。ダイヤ50個ありがとうございます。大事な内容は主に2点ですね。1つ目はイベントミッション。今日から始まった超レジェンダリーの闘争を15回達成すると麦わらの一味専用の体力メダルが獲得できます。まあ今回に限って15回と重めであることや超フェスだけのファイト8とおそらく地獄のイベントになりそうなので今までの内容に比べると大変だとは思いますが忘れずにやっておきましょう。ミッション関連で言うと明日の14時にバウンドマンボニーのかけらなどがもらえるミッションが終了します。バウンドマンに関して言うと前回今回それぞれ250個ずつ配布されているので第5弾まで全て行うとレベル100まで持っていけると思います。こういった機会は今後おそらくないと思うので必ずやっておきましょう。2つ目、打ち入りゾロの復刻。まあやはりゾロでしたね。確定数はダイヤ3200個、チケット約33000円と、なかなかに高い。ゾロは現環境最強アタッカーとして君臨しており、どんなキャラでも PS 次第で倒せると個人的に一番ゲームをしているなという感覚になります。今後長生きしそうな性能をしたキャラですので引く価値は全然あるんじゃないかなと思います。ただ気になる点としてはあからさまなゾロ対策のキャラが登場していない点、そしてなんといっても1億ダウンロード4弾の存在。自分の中ではフェスゲンフランキーとチョッパーなんじゃないかなと予想しているんですが、最近のダイヤ配布数だとかガチャの傾向からしてちょっともっといいものが来るんじゃないかなっていう可能性も否定できません。期間は19日までと結構長めなので、少なくとも第4弾が始まる12日までは待機推奨といった感じですかね。てな感じで終わりたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではバイバイ。質問あったらコメントください。動体視力を見せてやる。何？いやこれ普通失敗してちょっとなんだよもとか言う流れ。いやちょまたか。